皆さんこんにちは。今日はこちら山崎さんのメロンパンをラスクにしましたという商品をサンクスで買ってきました。カロリーは518キロカロリー、脂質は 28g です。今日は咀嚼音をメインにした動画にしたいと思いますので、苦手な方はちょっと飛ばしてからご覧いただけたらと思います。お皿に出していきたいと思います。端っこからいただきます。中まで結構かなりよく焼いてますね。
ごちそうさまでした。メロンパンの内側の部分はよくフランスパンで作るラスクと一緒なんですけど、このメロンパンをラスクにしたやつはメロン生地の外側のクッキー生地の部分がかなり歯ごたえがゴリゴリしてて独特でしたね。美味しかったです。ビスコッティに似たような感じがありました。気になる方はぜひお試しください、はい、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォローよろしくお願いします。コメントも楽しみにお待ちしております。それではまた。